いう感じかな。はい。グリーンのね、レベゾ。レベゾ、レベゾ。ウィウィウィ。ちょっとアップした方がいいな。楽しい。これです、レベゾね。ちょっと立派的に。はい、まず使うものが、食器用のスポンジです。これね、100均とかで売ってるね。これですね。それです。で次、スポンジを貼るテープ。これ、こうか。パーミロールとかいうやつです。これがお医者さんから勧められたやつですね。ちなみにこれ10センチ ×10 メートルで一巻き。結構多いです。丁寧です。医薬品だから高いです。医薬品かな。医療用品だからかな。で、まず、でね、このスポンジ、この硬いところペルペル剥がします。お、結構簡単でしょ？簡単だね。びっくりした。なんか来ました。ひひひ。かわいい声が聞こえる。で、これを、スポンジを、切ります。切っておへそを封鎖します。で、ぴょん。こちらに行きましょう。で、これ、クエみたいにするので、こっちか先っぽをね、どんどん切ってください。お、マウスそっちか。このほうがいいかな。うまい。うまい。こんな、あ、ちょっと切ったとこ映せなかった。いいや。こんなね、鉛筆の形みたいになって。あ、エレクが泣いてる。で、このクエっぽいの打ち込んでいきます。テープにしてみて。でね、テープの跡がここら辺かな、ちょっと分かりにくいですけど、こんな感じでちょっと大きめにあります。かわいいな、ほんと。これどっちだったら、こうか。まあ、やっぱりちょっと切ろう。で、8センチぐらいでいいのかな。ちょっと今日8センチでやってみます。カメラのね、使いにくいから注意します。まずこのなんか裏面っぽそうなやつ、この粘着力があるこの白いところから真ん中1番目で、両脇2番目で、ひっくり返すとここ3番目剥がす感じになります。というわけで、まず1番剥がします。ピピピピピ。で、お腹、わあ、動くよ。ちょっと待ってね。今レッド沈めますから。グリーン、グリーン。よし、おへそ封鎖します。あ、むしろおむつを下げてほしい。ありがとう。フィルムが、曲がんないで貼れるんですよ。うまい。おい。うまい。こんな感じで、なんかラップみたいになります。で、これが、まあ、剥がれたら剥がして取り替えで、まあ、最長でも1週間ぐらいで、まあ、取り替えましょうっていう感じでした。以上です。